皆さんおはようございます、日本国際問題研究所のウェビナーに、お越しいただきましてありがとうございます。本日はマーク・ナッパ、アメリカの、国務次官補代理、韓国、それから日本を担当されておりますけれども、をお招きして、オープンのウェビナーを開催したいと思います。今日は限られた時間でございますので、ナッパさんの略歴につきましては、お送りした URL でご確認ください。一言申し上げると、今、この日本と韓国、とアメリカとの関係において、非常に重要な役割を果たされている方です。本日は、日米関係、それから米韓関係、そして日米韓関係を中心に、お話をいただけることになっております。では、マークさん、準備がよろしければ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。まずは、この会合を準備して、私をスピーカーとしてお招きくださいました、笹井大使、それから、小谷先生に、深くお礼を申し上げます。で、先ほど、ご紹介いただいたように、今日のテーマは、日本、韓国、米国、国同士、そして3カ国全体の一層強固な関係構築について、お話しさせていただきたいと思います。みんなご承知の通り、このアジア、特に、北東アジア地域の地政学的な現状、特に、北朝鮮や中国との挑戦について、議論するときには、米国の北東アジアにおける同盟関係がどのように貢献しているかを理解することなしには、やっぱりこうした議論はできません。で、米国が韓国と日本との強硬な同盟関係を享受しているおかげで、2017年以降、北朝鮮は核や長距離ミサイルの実験を行っていません。で、我々の同盟関係があるからこそ、我々3カ国は緊密に連携して、国際社会を主導して共同歩調を取ってこられました。で、我々の日本と韓国と、それぞれの同盟関係は、もともとかなり異なる環境の中で結ばれた安全保障上の同盟でした。で、それが今では人類によるあらゆる努力へと広がりました。貿易投資の連携や、揺るぎのない人と人とのつながりから、新型コロナウイルスなどのその他多くの世界的、地域的な問題への共同対処までに広がりました。我々が共通の価値観と利益に基づき、共有する課題に引き続き共に取り組む中で、こうした関係は将来に向けても整っています。多くの皆様がよくご存知の通り、日本と我々との安全保障関係は、第二次世界大戦後にかつての敵国と結んだサンフランシスコ講和条約と連動して気づかれました。その安全保障関係は、アジア太平洋地域における米国の安全保障政策の基盤へと発展しました。5万人の米国軍の人員と、米国第7艦隊をはじめとする高度なアセットにより、我々と日本との同盟は地域の安全保障の鍵となりました。その結果、日本は北朝鮮に対して圧力をかける上での最も緊密なパートナー国の一つでやり続けています。また、日本は石炭や精製した燃料の、いわゆるセドリなど、北朝鮮による不正な洋上取引の阻止へ含む国連安保理決議の国際社会による履行を助ける上で貢献してきました。我々にとって、等しく重要な韓国との安全保障関係は、異なる環境の中で、形成されました。その環境とは、北朝鮮とそれに続く中国軍による侵略に対して、米韓が肩を並べて共に対抗した2000、えー、ごめんなさい、1950年の戦場でした。それ以降、北朝鮮からの攻撃を阻止し、必要であれば防衛するという我々の決意を遵守するため、韓国における米軍の
継続的な駐留をしてきました。韓国の防衛を超えて我々米韓2カ国は朝鮮戦争以来4つの大きな紛争で協力して立ち上がってきました。ベトナム、ペルシャ湾、アフガニスタン、イラクにおいてです。同じ主張ができる同盟国は他にはイギリスとオーストラリアの2カ国のみです。これは我々と韓国との鉄壁の同盟関係の強さを示しており、インド太平洋地域の平和と安定を確保するための我々の取り組みの中の中核となっています。ただし日本と韓国に対する我々の条約上の約束が日韓と我々との関係の要石であり続け、地域の安全保障に加めて重要ではあるものの、これらが我々の関係の現状を限定したり限界を定めているのでは決してありません。我々三国が共有する絆は価値観に基づくものです。その価値観とは人権や宗教の自由に対する決意、法の支配、自由で開かれた市場、インフラ開発の高い基準などです。米国と日韓両国との貿易投資関係に関しては、我々の経済に切り離せないほど緊密に絡み合っています。世界第3位の経済大国である日本は米国にとり4番目に大きい輸出市場であり、また4番目に大きな輸入相手国でもあります。重要なこととして、日本の対米直接投資は6447億ドルに達し、日本の投資は米国中に広がり見せています。2019年日本は最大の対米投資国でした。で、韓国は世界第9位の経済大国で、2019年の時点では米国の7番目に大きな貿易相手国であり、非常に大きな経済投資の便益も我々に享受しています。米国は日本に次ぎ2番目に大きな対韓国直接投資国であり、2018年の額は320億ドルで、製造、金融、保険、卸売が牽引しました。で、韓国の企業は570億ドルを超える投資を米国に行いました。で、これにより2016年の時点で5万1000人を超える米国人に給料の高い職を生み出し、革新的な R&D に11億ドルを超える投資を行いました。2019年には韓国の対米直接投資は中国による米国への直接投資を超えました。で、同年中国からの投資額が590億ドルであるのに対して、韓国からは610億ドルでした。で、米韓自由貿易協定であるコーラス FTA は日国間の貿易関係の柱であり、米韓の高い基準を反映し、安全で自由で公正かつ総合的な貿易という価値観を共有しています。そのコーラス FTA は2018年に改定され、今や以前にも増やして強固で有益な協定です。で、韓国と日本の両国について言えば、我々双方の国の双方の国の、企業による対米投資を非常に歓迎しています。ヒャンデー自動車であれ、トヨタであれ、サムソンであれ、東芝であれ、韓国と日本の主要企業は米国人の労働者とその家族にはすごい良い仕事を生み出して、我々非常に感謝しています。またこうした投資をさらに増やす方策を我々常に求めています。日韓の貿易、同盟国のとの日国間貿易投資関係を超えて、米国はインド太平洋地域における成長と繁栄のためのよく似たビジョンを日韓と共有しています。そのビジョンとは、良い統治によって導かれる市場志向型の基準に準拠した開発です。
日本とはトランプ大統領のインド太平洋戦略を支持して2年間以上緊密に協力しています。また自由で開かれたインド太平洋地域の共通のビジョンを革新するため、我々は共にいくつかの共同の取り組みを開始しました。その中には地域のエネルギー市場の開発、必要なインフラ整備、自由で開かれたインド太陽に自由で開かれているインターネットの確保するため、デジタル連結を推進するという共同の取り組みがあります。同様に、米韓インド太平洋戦略と新南方政策との共同ファクトシートの2019年11月の公表に続き、インド太平洋地域における共同を深めるため、一連の対話を開始しました。で、最近の米韓のインド太平洋と新南方政策についての対話では、法執行、サイバーセキュリティ、太平洋諸島などの議題の分野にわたる米韓の地域的構造の下、協力の決意を再確認しました。で、さらには、来たるべき韓国のメコン上級経済対話では、グローバルヘルス、エネルギー、デジタル、女性のエンパワーメント、環境、自然資源管理における融資による取り組みの協力を強化しています。で、今、世界中が新コロナウイルスのパンデミックに立ち向かうことに忙殺されているのは明らかなことです。で、この間、同盟国はなぜ我々が非常に多くの時間を同盟関係の維持と発展に費やすのかを自国民に示しています。米国と韓国は自由で開かれた社会がいかにして新型コロナと戦えるかについて、また我々共同経済回復について最良の事例を取り交わすために協力してきました。また両国間の航空による連結を維持するためには、統合審査措置を確立して、米韓の国民を自由に帰国させ、ワクチン開発と臨床試験の情報共有を行いました。また、パンデミックにより生じた市場の不確実性を緩和すべく、600億ドルの2国間通貨スワップ協定の6ヶ月間の延長にも合意しました。で、米国と日本の場合は、新型コロナに対応できる緊密に連携しました。例として、見込みのある治療法の臨床試験を優先させるため、既存の医薬品を分析するのに、日本のスーパーコンピューターの富岳を使用しています。また、米国と日本は、ASEAN 諸国のイニシティブを通じて、将来のパンデミックへの備えの強化にも協力をして力をついでます。例えば日本は ASEAN 感染症対策センターの新設を支持しています。また米国は ASEAN 公衆衛生緊急事態連携制度の増設を支持しています。で、新型コロナの加え、また我々の安全保障同盟と貿易投資関係に加え、日韓両国は地球規模の課題に対応する上で不可欠なパートナーです。で、ISIS の脅威を含む国際テロや暴力的過激主義への対抗、大量破壊兵器との拡散との戦い、インド洋での海賊行為の防止、東南アジア、アフリカ、その他の地域での健康安全の向上、人権の促進、世界の経済発展への貢献、世界の紛争及び疾病の被害者への支援のために、日韓両国は重大な支持を約束し、積極的に米国と協力しています。また、宇宙探査、大気質の改善、少女のための教育とスポーツの機会、拡充、そしてイラン、ベネズエラ、そして当然ながら北朝鮮が関連する問題を含む差し寄った国際的な問題に対応など、
さまざまな分野での連携を組んでいます。で、我々の最大の地球規模の課題の一つは、5G や人工知能といった新技術を自由で広がれた社会、経済的繁栄、平和と安定を支えるような形でどのように利用するかということです。こうした新技術やその他の数多くの技術は巨大の課題を突きつける一方で、21世紀には必ず欠かせないものとなるでしょう。で、米日関係、米韓関係が7年にもわたり進化してきた形のおかげで、かつては安全保障同盟を中心として限定されていたものを、インド太平洋地域にはあらゆる場所に座れ、世界にまで広がり、我々の自国民にとどまらず、多くの他の人々にも平和、安定、繁栄をもたらす関係へと変化させることができました。そしてますます我々の協力は米国、韓国の2国間の関係だけではなく、3カ国の関係となっています。サイバーセキュリティ、新たなエネルギー資源の開発、女性の経済的エンパワーメントの促進など、さまざまな分野で3カ国は効果的かつ意義のある形で連携を行っています。で、3カ国協力の主題についてですが、その範囲で北東アジアを追っている方なら、どなたでもよくご存知の通り、現在日韓関係、韓日関係は厳しい時期を乗り越えている最中です。で、両国の同盟国として、また友人として、米国が考えるのは、3カ国の国同士、そして3カ国全体の強固で、緊密な関係を確保することが、かつてないほど、今は決定的に重要だということです。北朝鮮と中国がもたらす共通の挑戦や、その他の地域的、世界的な優先ことを直面している中では、3カ国のそのような関係の確保は特に不可欠です。そのために、米国は我々3カ国の間の国同士の関係と全体の関係の強化の方策を常に求めてきました。報道には必ずしも出ないものの、それを継続しています。この時期を乗り越えて、共有する価値観の推進と、北朝鮮の最終的かつ完全で検証された非核化を含む共通の目的を達成するために、我々3カ国は団結し続けると私が確信しています。皆様からの質問あると思いますので、ここで質問をお受けして、以上で話を終わらせていただきます。ありがとうございます。Thank you very much. はい、マークさんどうもありがとうございました。日米韓関係の現状とそれから抱えている課題について、簡潔にまとめていただきました。ご質問がある方は画面の右側に質問を受け付けるところがありますので、そこに打ち込んでいただければと思います。で、皆様の質問をお待ちしている間に私からマークさんに一つ質問したいと思いますが、日本語でも大丈夫ですか？大丈夫です。はい。今トランプ政権は中国との関係で、大変大きな政策の転換を迎えていると思います。特に7月のポンペオ国務長官の演説で民主国家が連携して、中国の共産党の挑戦に立ち向かわなければならないということが出てきましたけれども、トランプ政権としては日本と韓国にどのような期待を持っているのかをお話しいただけますか？はい、途中までちょっと日本語で頑張ってみますが、もしちょっと急に、単語力が、はい、
落ちちゃうと、じゃあちょっと、お願いしようかもしれないです。はい、お手伝いします。はい。まあ、さっき、申し上げたように、やっぱり日本と韓国は、まあ、アメリカとはやっぱ価値観と、まあ、同じプリンシプル、原則をやっぱ共有しているのは確実ですよね。ですから、もうそういう宗教の自由、発言の自由、それから、まあ、政治制度、まあ、民主主義というか、あと経済制度の、まあ、資本主義、それすべて米日韓の間でみんな共有しているので、まあ、実は今、もうこの地域では大変襲われてますよね。まあ、中国がいろいろ、そういう自由民主主義に対しては、いろいろ、まあ、脅威を広げて、それでやっぱり韓国と日本に対しては同じ民主主義国家としての連携を結んで、やっぱり進んでいけないといけないと思います。まあ、日本と韓国だけじゃなくて、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、インド、あと EU、イギリス、すべてこういう自由民主主義、あとそういう基本的、原則を愛している、国民、国々としては、やっぱり連携して一緒に、やっていけないと、やっぱりそういう原則と価値観を失っちゃう恐れもあるんですよね。ですからそういうふうにいろいろ、まあ、日本と韓国に考えて いただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。質問がいくつか入っているのですが、ちょっとお答えが難しいかもしれませんけれども、今、日本で、まあ、安倍総理大臣が辞任をされるということが表明されて、次の総理大臣を選ぶ作業が始まっています。で、まあ、来週には新しい総理大臣が決まると思いますが、このリーダーシップの交代ですね、これが今後 その日米韓関係にどのような影響を与えていくというふうにお考えでしょうか。まあ、アメリカも大統領選挙があるわけですけれども。そうですね。まあ、まずは、まあ、いつも我々そういう、まあ、自由で、開かれたインド太平洋という、決まり言葉を使うんですけども、それはやっぱり安倍総理のおかげなんですよね。で、安倍首相が初めて、発明したというか考え出したでしたので、非常に感謝すべきだと思います。で、我々が今いろいろ実現しようとしているアメリカのインド太平洋政策はもともと安倍首相が、考え出された、自由で開かれたインド太平洋のもとなので、に基づいているので、もう本当に、感謝もしておりまして、それから、安倍総理がすぐ健康が回復されるようにお祈りしてます。まあ、それで、さっきおっしゃったように、自民党総裁の選挙があって、それで新しい総理大臣が出るんですけれども、なんていうんですかね、やっぱり3人のその履行された方々、みんな我々アメリカとよく、いい関係を持ってて、よく一緒に、仕事も、なさいまして、それから日米関係についての、大事さをよく、みんなご存知だと思います。ですから どれの方が、次の首相になるか全然ちょっと何も言えないんですけれども、でもそういう新しい総理大臣となる方は必ず、米国との、関係の大事さと、あと地域安定のための、日米韓の、特に北朝鮮に対する日米韓の協力が、不可欠だというのを政策を継続して、進めると、思います。はい、ありがとうございます。で、次の質問はですね、駐留米軍の経費の問題です。米韓の間の駐留経費の話し合いはここ数年、難しい状況が続いておりますけれども、日米の駐留経費の話し合いも、おそらく数ヶ月後には始まるかと思いますが、
トランプ政権、それから、まあ、仮にバイデン政権ができた場合、アメリカのこの駐留経費の問題に対するアプローチというのは変わってくるのでしょうかという質問が来ております。まあ、今、ご存知の通り、そういう日米の、話し合いがまだちょっとスタートしてません。今ちょうどまだ韓国をやっておりまして、それで、まあ、日米の方は、まあ、あと、まあ、何ヶ月でスタートするでしょうが、ね、まだその点については、まあ、ちょっと言えない状態ですが、まあ、でもトランプ大統領がよく、おっしゃっているんですけれども、まあ、今まで世界中の同盟関係のある国々との、まあ、そういう駐留米軍の経費、まあ、よりもうちょっとフェアな、分担しなきゃいけないという基本立場なので、まあ、韓国に対してはそういう基本立場も十分、指摘しましたし、それから、まあ、米日も、まあ、大統領がおっしゃったような、立場をきちんと交渉テーブルで申し上げると思います。はい、ありがとうございます。それから次の質問ですが、まあ、複数の方々から、今の韓国のその指導部は、まあ、米韓関係あるいは日米韓関係の重要さをあまり、認識していないのではないかと、そういう不安を持っている方々がいるようなのですが、実際にその実務で、韓国の人たちと接していて、韓国の政府当局と接していて、その点はどのように お感じですか？まあ、一応韓国の代表ではないので、ちょっと韓国の代弁というかあれちょっとできないんですけれども、自分の経験からしますと、まあ、大体韓国外務省とか青瓦台とか、国防省とか、やっぱりそういう実務レベルでみんな仕事されてる、カウンターパートたち、十分に、まあ、米韓、日米韓、日韓、の協力関係がどれだけ大事なのか多分よく、分かってると思います。まあ、それが自分の関係からしまして、やっぱりこの地域、この北東アジア地域安定かつ、まあ、インド太平洋地域安定と繁栄と、まあ、平和のために日米韓国の間の協力が、どれだけ大事でどれだけ貢献できるかと、みんなちゃんと分かっていると思います。はい、それから北朝鮮についても質問が来ておりまして、まあ、昨日トランプ大統領が唐突に金正恩委員長は健康で、元気であるというツイートをしたのですけれども、まあ、いわゆるオクトーバーサプライズ、まあ、10月に大統領選の前に米朝で何かしらの動きがあるのではないかという見方がありますが、この点についてはどのようにお感じでしょうか？そうですね、まあ、今はやっぱりいろいろ、まあ、よくその外交官教育を受けたときに、まず全然そういう、なんていうの、予言というか、予測やべしちゃいかんというのをよく教育されましたんで、まあ、何が起きるかちょっとあまり言えない立場なんですけれども、まあ、私たちはいつも申し上げるのが、そういう外交の扉がまだ開いてますよと、それを公にもきちんと言ってますし、もう韓国の当局にも言ってて、一応だから扉というか外交の道がまだ開いてるよとか、まあ、そういうメッセージなんですね。まあ、英語では The door to diplomacy remains open、まあ、ということで、まあ、平和的でそういう核問題ミサイル問題を解決したいという意味なんですよね。特にそういう、2018年の、シンガポールサミットで、合意された、3つ4つの、まあ原則というか、それが、まあ、米朝関係の改善、まあ、変化、それから、南北関係、まあ、そういう朝鮮半島の平和定着などのあれで、で、まだまだそういうシンガポールサミットの精神というスピリットがまだ生きてますという
自身を見せて、本当にそういう、あれを、そういうスピリットを実現するのに、まあ、外交の扉が、外交のドアが開いてますよっていうメッセージなんですよね。で、まあ、あと選挙までは、50何日間で、まあ、その間何が起きるか分かんないんですけども、でもとりあえず、やっぱり米朝で、米朝対話でどうにか、成功したいです。はい、ありがとうございます。それから中国についても質問が来ているのですが、中国のミサイルの脅威が日米それから韓にとって共通の懸念であると思いますけれども、ポスト INF のこの時代において、このミサイル防衛に関して、日米韓でどのような協力が考えられると思いでしょうか。じゃあ僕これで僕のちょっと単語力が落ちちゃうのでちょっと小谷先生にお願いして、はい、もし英語に直していただければ、はい、So if you look at the past several years of US-Japan cooperation, one of the great success stories is missile defense, and certainly we expect this to continue in light of the threat from China, from North KoreaAnd our missile defense cooperation with Japan is extremely well developed and will continue. Our missile defense cooperation with Korea is also significant. And we continue to look for ways to promote US, Japan, Korea missile defense cooperation, which involves information sharing, intelligence sharing. But I think that kind of cooperation remains, we're continuing to work on it, butIt is not, the trilateral cooperation is not as advanced as the bilateral cooperation we enjoy with both Japan and South Korea. はい、今のポイントを日本語にしますと、日米関係においてはこのミサイル防衛の協力というのは過去数年非常に進展しておりまして、中国あるいは北朝鮮のミサイルの脅威に対抗するために十分な体制が整いつつあると。他方で、米韓の間でもこのミサイル防衛は非常に重要な協力分野となっているのですけれども、この先日米韓の3カ国の、ミサイル防衛の協力を進めていく必要がある。ただこの3カ国の協力はまだまだ日米あるいは米韓の二国間の協力に比べると進んでいないことは明らかですので、そこを今後克服していく必要があるということになります。それから、おそらく最後の質問になるかと思いますけれども、アメリカの中にはそのアジアにおいて、NATO のような、NATO のような多国間の同盟機構、を構築するそういう考えというのは強いでしょうか。そうですね、この間、うちの副長官が何、かのインタビューでおっしゃったんですけれども、で、そういうアジア太平洋、地域 においてはそういう NATO みたいな、条約機構が、ずっと何年ないというのは確かで、いろんな他の組織通じて ARF なり EAS なり作って、それでどうにかそういう安全保障を築くするための、組織、作ればどうかなという話がたくさんあるんですけれども、でも基本的には今の段階では別にそういう署名作って署名するような段階ではありません。でもただやっぱりそういう話が出た理由が、つまり同じ価値観、同じ、原則、同じ、挑戦、チャレンジに向かっている国々がある程度情報交換と、政策協調やっぱりしなければいけない時期だという認識なんですよね。ですから米国、日本、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドなどの国々が別にそういう、条約機構を作ろうというあれじゃなくて、本当にもうちょっと考えを共有して、意見交換をして、それで同じ挑戦向かっている
ので、じゃあどういう政策を取ればいいのかという、まあ、協力関係もちょっと深めなきゃいけないという認識 の、まあ、あのことなんですよね。はい、ありがとうございました。受け取った質問ほとんどお答えできたかと思いますけれども、まあ、ワシントン時間はもう夜の9時半を過ぎていてかなり遅い時間になっておりますが、あのマーク・ナッパさん、今日はお忙しいところをお時間いただきまして本当にありがとうございました。いや、この機会を作っていただいて、それ皆様のいい質問をあのしていただいてありがとうございました。またあのぜひこういう機会を設けたいと思っておりますので、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ご視聴いただいた皆様も、どうもありがとうございました。あのまたこのような機会を設けていきますので、ぜひ日本国際問題研究所をよろしくお願いいたします。これで、終了させていただきます。ありがとうございました。